JR の帯広貨物駅で貨物鉄道に親しみを持ってもらおうと初めてのフェスティバルが開かれました。貨物鉄道フェスティバルは道内で赤字路線の存廃が議論される中で貨物鉄道の役割を広く知ってもらい親しみを持ってもらおうと JR 貨物が企画したものです。イベントでは普段は乗ることのできない機関車の体験乗車が人気を集めていました。乗ってみて楽しかったです。覚えてるのがすごいなって思いました。帯広貨物駅が一般公開されるのはこのフェスティバルが初めてで、会場は鉄道ファンや家族連れなどでにぎわいました。